はい、こんばんは、山亮と申します。すいませんね、ここだけシリーズ的には何のこっちゃって画像になってると思いますけどですね、ちょっと出先でですね、このシリーズの続きを解こうかなということでございますね。まあ出先でね、こんな感じでございますし、どことは言いませんけどね、まあね、まあホームランがね、2ホーマー打っちゃってますけどね、まあこんな感じですのでね、コロキーの方はお察しくださいでございますけど、そして感動とか絶対響いてる、こういうのやっちゃダメですよっていうことはね、ネットに置きながらですね、何をやっていこうかというと、でのそうだ、 YouTuber になろうですよね。で、いろんなね、そのロジックというかそういうのはね、やりましたけど、今回はですね、試しにですね、一番簡単な動画のね、撮り方でね、撮ってみようじゃないかというわけで、それで実際に撮りながらね、やってみようと思うんですけど、何でね、撮ろうかというとですね、こう言ってですね、あと抜けちゃったけど、スマホでね、撮影をしましょう。要は一番簡単なのは編集ソフトも何も使わないし、今はこれはね、この動画自体は、ビデオカメラに撮ってね、それを編集してやってますけど、ね、そういうのだとね、編集ソフトもいるし、パソコンもいるし、ビデオカメラもいるしってなりますんで、一番簡単なのはこいつね、もうスマホで撮って、そのままスマホで上げる。今はね、どんどんこれがね、慣れて楽なんで、数的には爆発的に普及してますから、これのやり方はね、覚えておくだけでも一通りはね、できますからね。ということでございます。その中でもね、一番簡単なやつってことで、今回はね、もう無編集で撮ったのをそのまんまアップロードしてみようというわけでございますね。では実際にね、もうこういう場合は基本的にはもう雑談とかね、まあ踊ってみたの場合無編集でも終わっちゃいけるのかなっていうところですけど、まあね、そういう感じでね、やっていきたいと思います。まあですね、個人チャンネル用のね、ちょっと雑談動画ね、ちょっと雑感動画みたいなやつをね、作って実際にアップロードしてみようと思います。まあ雑談動画ですね。じゃあやってみましょう。よし、もういややる気はこんなもんでございますよ。まあね、雑談動画の場合はこんな感じでもいいです。本当どんな格好でも撮れますからね。で、セットしますと。あ、別に充電しながらじゃなくてもいいですからね。まあ抜いとこう。この方がやりやすいかな。ね、っていうのもありますけど。じゃあね、実際にね、撮っていこうと思います。これあれですよ。もうね、疲れてね、眠くてね、寝転がってるわけじゃないです。縦だとね、楽譜に入らないですからね、仕方なくこうやってるだけでございますよ。もうすっかり出来上がっておりますけど。ちなみに、マスクしたのはね、単純にあれですね。もう夜なんでね、もう夜の11時半なんでね、マスクをね、歯をね、もう洗浄しちゃってるもんでね、今、歯がないんでね、そう、余計滑舌悪くなってるかもしれませんけど、まあ、あんまり気にしないでください。ってことでね、実際にやっていきたいと思います。じゃあね、実際に、スマホのね、キャプチャー画像を載せながらやっていきたいと思います。まあ、やり方はね、ちなみにダイレクト走行ってね、2種類あります。パッと思うのは多分これだと思います。このね、今開きましたカメラね、デフォルトでついてるカメラのアプリから動画にしてやってね。まあこれ多分あれだとまた変わってくると思いますけど。まあ、iPhone だとね。で、この状態で、撮り始めることができます。まあこんな感じでね。まああとはね、これを押したら始めれますよっていうやつですよね。まあこれがパッとできますよねってことで。試しにね、簡単な雑談動画撮ります。はい、ここ。リコーダーのここがミュートになります。はい、OK。はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、ちょっとすいません。さっきからね、パッとね、雑感をね、述べようと思います。まあのところ再生数はでもまあ伸びてるっては伸びてるんですけど、まあ東海オンエアさんの場合はね、本当にオンエアで、
はい、こんばんは、山田と申します。まあ、タイトルにある通りで、久しぶりにね、ちょっと雑談動画。今後はね、ちょっとこういったね、感じで簡単なね、感じで上げてるのを出していきたいと思いますけど、行くんじゃないかなと思った次第でございますね。まあ、とりあえず、今回はね、そんなことはね、三河のうち、一応ね、4日、トヨタって三河なんですよ。ですからね、東海オンエアさんのお膝元を三河でね、そんなことを思った次第でございました。ということでね、まあ、今回の動画は以上でございます。またね、ここで撮ってるところのね、続きとか、1月の下旬から2月くらいにね、アップロードかかると思いますんで、見ていただいたらと思います。あ、それじゃなくてもね、今ね、ちゃんとメインチャンネルも投稿ありますんでね、またよかったら見ていただければと思います。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。はい、ということですいません。ちょっと録画中のね、画像は、ちょっと、撮れてなかったんでね。なんかね、やっぱカメラが二重の録画になるんでね、どうも狂っちゃうみたいで、ね、申し訳ないんですけど、そういうことで、今撮りました。で、ここからね、もう一回キャプチャー画像を落として、実際にアップロードしてみたいと思います。まずは、YouTube から、パソコンからアップロードする場合は YouTube スタジオっていうのを開くんですけど、今回は YouTube の方で開きます。これ、スマホの場合は、YouTube のアプリからの投稿になります。で、開くと、ちょっと先にワミドアップがね、出てきましたけど、はい、トップ画面が、はい、トップ画面がね、こんな感じで出てきますと、いうところでございます。あら、ちょっとやば、ライブ配信やってるじゃん。スプラトゥーンやってんだ。で、ちょっと今回はちょっとすいません、先に投稿の方してみましょう。で、いうことで、よっこいしょっと。このね、真ん中にある、プラスボタンっていうのを押すとアップロードができまして、ショート動画の場合は一番上。まあ、今回ちょっと10分ぐらい話しちゃったんで、動画アップロードでアップロードしましょう。で、するとアップロードができるようになります。こんな感じでね、撮った動画が出てきますんで、これで、十分な、こいつで、今と登録したやつを開けると、まあ、こんな感じで、まあ、これはね、私の動画の肖像権も下手くも一緒なんでね、大丈夫なんでね、チャンネルは別ですが、で、そうだ、ここからね、その前にね、チャンネルの設定をしないといけない。今ね、これメインチャンネルなんでね、よいしょ。ちょっとさすがに内容がね、雑談すぎるんでね、個人チャンネルの方であげようと思います。こんな感じで。チャンネル設定は、まあまあ、複数持ってない人はね、全然気にしなくていいんですけどね。こういうふうに個人でやった場合はね、こういったふうにやって、で、プラスボタンを押して、動画アップロードとしますと。で、撮った動画を選択してあると、こんな感じで確認ができます。まあね、どんな感じだったかな、チェックしたい場合はこれはずっと見てもいいですし、まあもう今回分かったので、これは次に行きます。ちょっとグラグラしたようですけどね。まあ、こんな感じでタイトルを入れて、大丈夫かな、結晶弱でいいかな。まあ、こんな感じでね、今すっと送いつもの薬を提案したけど、送ると、あとはね、アップロードが完了するのを待つだけという感じですね。気をつけないといけないのは、これ、元の動画がそのまま送られてくるんで、Wi-Fi 環境じゃないところだと結構食いますからね、そこだけ気をつけてもらったらいいんじゃないかなと思います。あとはね、
って概要欄とかで入れてね、実際にねリンクとかね入れてあったりすると、ちょっとこれねアプリでやると気をつけないといけないから、あそうリンクリンクと思ってね、もうちょっとねリンクを探してコピーして、ね、貼り付けようと思うと一生懸命に戻ってしまう時ありますんでね、その辺りだけちょっと気をつけてもらってね、あらかじめね貼りたいリンクとか用意しておくといいかもしれない、もうあのメモ帳みたいなところにね、うん、あのアプリのメモ帳で、ね、でできると思います。あとは自動で明るいのを待てば OK という感じでございますね。という感じで、ね、本当は完全にできましたね。で、これを1分以内にまとめて、ショートのところで開けてもできますし、ショートの場合はいろんなテロップ入れたりもできますからね。それはそれでまたちょっと一回やってみようと思いますんでね。またよかったら見ていただければと思います。こんな感じで簡単にできますからね。これだったら本当に30分もかからずにね、10分の動画でもアップロードできますんでね。またよかったら、ぜひね、もう皆さんお手持ちのね、アプリ、あとはもうね、アカウントからでも簡単にできますんでね、ぜひ、YouTuber、目指していただいたらいいんじゃないかなと思います。これでもね、こんな動画だって YouTuber ですからね。ということでね、今回はね、これぐらいで動画を締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。次回はね、アプリから直接上げる方法、アプリ、あの、まあ、もう一つの方法がありますんでね、あ、もう簡単だから言っときましょうか。このプラスのところからね、動画アップロードするんですけど、あれ、なくなってんな。前はね、ここからね、このまま撮るみたいなのがあったんですけどね。なくなってるのかな、まあ、カメラのアプリね、標準で貼ってるのできますから、まあ、それでも問題ないと思います。撮り直しとかもこっちやったらできますからね。という感じでね、やっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、以上でこの動画締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はショート編かな、そのあたりでやると思います。どうも。